高志芸院蔵高志芸人は、安土桃山時代から、江戸時代初期の人物。一般には、孔、こう与えとして知られる。以下は、十一位。浅井長政の三女で、母は、織田信秀の娘、氏、いわゆる浅井三姉妹の一人で、長子の淀伝は、豊臣秀吉側室。次子常田家院は、京国公寺正室。なお女に、高塚佐高子がいる。 最初の婚姻相手は、佐治一世だが、秀吉によって離縁させられる。二度目の婚姻相手は、秀吉の甥い、豊臣秀勝で、娘の勘氏は、姉茶茶の勇士となる。三度目の婚姻相手が後に、江戸幕府、第二大将軍となる、徳川秀忠である。高志原因は死亡である。陽明は、徳で、太鼓をす上記では、古豪ご両人と記しており、昭は、 ご両人と体になる継承であることから、読みは、お号であると考えられているが、宮中の上級尿亡命として、古号と読める、可能性も考えられている。また、流英婦助伝系などでは、徳と音が通じる、孔として記されており、これは、記事の大見もしくは江戸にちなんで当てられたものと考えられており、徳川秀忠に嫁ぐ際に、うに解明された可能性も考えられている。なお、 水戸学者の小宮山楓健が表した、しでとう大器には、陽明徳とあるので、うもしくは、徳も、再検討の余地があるとする指摘もある。近世紀の女性は、在所に由来する孔や遺械を得る際などに皆を、用いている。孔は、将軍五代所時代に、皇は与えと呼ばれているほか、江戸城北側の邸宅を表す、北方、将軍家四次性質を意味する、孔心臓、 将軍性質を意味する五代所、恩御,御所性質の多い五代所と記した資料が見られる。近世紀女性の意味名は、陽明に項をつけるケースが多い。項も意味名として項項を用いているほか、没後21位を追贈された際には、立子が用いられている。死亡の高志原因は、数原因と読まれる例が一般的とされるが、春日局が記したと見られる。 林王子所蔵の東初大権現祝詞では、宗家、下、忍様とされ、関営所家経図殿金盆では、高種原因殿に、宗家、下、因殿と読み仮名が付けられており、当時は、宗家、下、忍と称されていたとみられる。また、2010年6月に、有天寺で、徳川家康像が安置されていた宮殿を修理のため、解体したところ、柱に、 寛永5年たつ9月15日、五根流集原因を玉屋と牧書されたものが発見された。浅井長政の三女として、大見国おたりに生まれる。母は、尾張国の織田信秀の娘、死、青年については、去年 54? 天正十二年に十二歳であったとする説から、逆算した、天正元年八月が定説とされている。乳母には、民部教局が付けられた。 上記の小谷出生説に異論を唱える資料もあり、遠方7年に成立した、安土創業録では、小谷城を脱出したのはおしの方と娘二人であり、おしの方は岐阜で絵を出産したとある。天正元年9月1日、浅井長政が、死の兄である、小田信長と対立し、小谷城が攻め落とされ、長政らは自害し、浅井氏は滅亡する。こうは、母の死や姉の茶々。 初と共に、藤掛長勝らによって救出され、信長の保護の下岐阜城に泊まり、伊勢上野城主で信長の弟の織田信金に預けられたとされてきたが、近年の研究によると、母の死と三姉妹は、終わり国主山城主で信長のおじにあたる織田、信次に預けられたことが明らかとなっている。天正2年9月29日に、織田信次が戦死した後、 信長の岐阜城に転居することになる。天正10年6月2日、本能寺の変において信長は、家臣の明智光秀による謀反で応死する。6月27日、小田家の後継者を決める清須会議により、母の死は、小田家臣の柴田勝家と再婚して、勝家の居城である、越前国北の少女へ移り、三姉妹も越前へ移る。 勝家は、橋場秀吉と敵対し、天正十一年には、静ヶ岳の戦いで、北野商城が落城。死は、勝家ともども自害する。甲羅三姉妹は、北野省を脱出して、秀吉により保護されたとされる。また三姉妹を保護したのは、秀吉ではなく、織田信夫とも言われている。この頃、甲は、秀吉の意向により、尾張国地多軍大野領主で信長の次男。 織田信ぶの家臣であり、いとこにあたる佐治一世のもとへと次いだという。佐治氏は、一世の父、佐治信方が信長の妹を室とした、織田一族で、秀吉は清洲会議後に、終わりを領有した、信ぶの会従を意図していたという、高度一世の婚姻時期、事情については、記録が見られないが、天正十二年に秀吉は、小牧、長久手の戦いで、徳川家康、 織田信夫と戦い、信夫方の一世は、戦後に、王のを追放され、皇とも離縁したと言われる経緯から、同年初めに想定されている。小牧、長久手における、一世の動向などは、竜英不助伝系、壱庄伝玉子式などに記され、一世は家康に都選を提供した、佐汰の私一見により、秀吉の怒りを買い、追放されたという。また、一世は、 信岡おで、秀吉に内通した星崎城主、岡田重隆に加担して、信ぶに追放されたとする説もある。文書上においては、小牧、長久手以降にも、一世の名は見られるものの、天正十三年作と推定される、織田信ぶ文言帳においては、一世の名が見られず、小牧、長久手後の論考交渉において一世は王の追放されたと考えられている。一方で、 近世の鳥取池岳に伝来する佐治氏の遺書書には、婚姻を、信長存命時の転生を二年としている。同年には、一世の父、信方が戦死し、信方戦死後に、お犬の方は、田家に戻って竹へ再化していることから、皇と一世の婚姻は、信長の意向により織田家と佐治氏の関係を修復する、意図であった可能性も考えられており、また婚約のみで実際に嫁いでなかったとする説もある。 上記の説以外にも、こを三十世に嫁がせたのは、秀吉ではなく、織田信夫であったとする指摘もある。その後、秀吉の実の老いで養子の丹波国亀山城主、豊臣秀勝のもとへと継ぐ。秀勝への再下時期は不明であるが、秀勝が秀吉の養子となった、天正十四年以降、または、文禄元年、もしくは、天正十九年三月から文禄元年二月二十四日。 までの間と考えられている。なお、この頃には、茶々は、秀吉の側室、初は、京国工事性室となっていると考えられている。秀勝は、秀吉の統一事業に従って、九州西伯、小田原西伯に従軍し先行を挙げた、天正18年11月には、徳川家康の関東違法に伴い、徳川家丘陵であった会、な野を与えられている。 翌天正19年には岐阜に天保となっているが、孔は京都寺落大の秀勝の屋敷に居住し、甲府や岐阜へは赴いていないと考えられている。秀勝は文禄元年に秀吉の朝鮮出兵に従軍し、在人中の同年9月に朝鮮国の巨彩党において病死している。秀勝と孔の間には娘の漢士がおり、少年は不詳であるが、 文禄元年か翌年中であると考えられている。漢氏は、茶々の勇士として引き取られ、同格の接棺家である九条家に嫁いでいる。文禄四年九月十七日には、伏見において、徳川家康の子士である秀忠に再化する。秀忠は、天正十八年に上落し、織田信夫の娘で秀吉の幼女である小美目と縁組を、していたが、小美目の死去により、婚礼には至らなかった。 秀忠だとの間には、慶長二年の千姫を頭に、家光、忠長が、和子などに南五条を設けた。慶長五年、豊臣秀頼が、総賢寺の道具を増築し、織田信長病を、安土城天守跡に増営しているが、その後、甲が、西沖森義次に増営を命じている。大阪の陣では、豊臣家が滅亡して、姉の淀でも失う。2年5月7日に、要原で、 ヨドデン、ヒデの母体を弔う。ヨドデンは父、浅井長政の供養のために建留した。この世原因が、元羅5年に火災で消失すると、河の願いで元羅7年に幕府が再建している。寛永3年9月15日、江戸城塞の丸で死去。去年 54? 法名は、高資源因電昌保丸まれだ光人、清大前提に、この時、秀忠、家光。 ただは上落中であった。11月28日、11位を追蔵される。消失前の高主原院霊病死後は、長男、家光によって、増上寺に埋葬された。京都市佐京区黒谷二町の金海光明寺には、宝鏡院塔があり、悲鳴には、高主源、因伝一品大武人、まさ誉れだ一式よ。和歌山県高野町の金剛峰寺には、逸話塔があり、悲鳴には、 高志玄、因伝ひと品大武人、まさ誉れない前提に、また同時委員には、六角法刀内乱刀もあり、悲鳴には、高志玄因伝源婦人小誉れ大師とある、江戸幕府第三大将軍、徳川家光の母であり、御水野の天皇の中宮和子の母で、名将天皇の外祖母である。一方、家光、豊臣秀勝との間の漢士、及び、秀忠との間の勝姫からは、 大正天皇の低名皇后に連なる。したがって、昭和天皇の先祖となる。以下は、徳川秀忠との愛の子 NHK 大河ドラマ、編集その他のドラマ、編集、ありがとうございます。